なんか、2発スキルがさらに安定してできるようになった。ダメだろ。今、胸一発、足一発で殺せる。いい。うん。運命のお気に入りじゃん。いや、今、2発スキル武器増えてるからな。久々に使うか。あれ、これってセミオート武器だよな。まあ、そうだよ。あ、セミオットが主に強化されてるから。だよな。フルよりセミの方が強い。体がテカテカじゃ。ちょっと邪魔くせ。どうやって建物に入るのが強いんだろう。右あ回るのか。このはしごあのれ？右回れない。登っちゃう。はしご登ってリスキル個人って。あ、危ね。あれ？こっちの部屋ねえじゃん。うん。なんで部屋な結くす構魔の？改造されてる。バイベ。わざわざ部屋を減らさなくてもいいのに。いやー、取られた。むずよいエフタクリコ。だいぶ強いよね、だいぶ強いな。なんでこいつの強化が許される？切れそう。マジで少ねえからな、その武器は、本当に。まあまあ、効果ね、強すぎ。火力ならまあ、弾少なくても許容範囲。ほう。まあ、ワンマグで7人は殺す。いや違う、理論値15人殺せるわ。一発で3人は殺せるな。やばすぎる。まあまあもうね、量より質ですよ。量より質。はい。あ、負けた。よし。は、まだいる？どれかわかんねえ。岩肌が意外と登れるんよ。敵と同化して見えなくなる。え？ちょ、見えん。体感でわかる。エフタクリコンは確実に元から壊れてんのにさらに壊している。しばらく使おうかな。わお。あ、インタビューかない。銃だってさ、せっかく移植してんだからさ、名前もそのままにしたらいいのにさ。もしくは武器レシピにインタベーションって作ればいいんじゃね？そういう。そう。あれしね、インタベってつけた人が怒るんじゃね？インタベの名付け親。じゃあもう、ちょっといじるしかない、名前を。そう。マイケル・ジャクソンのことをミラクル・ジョンソンって言うみたいな。嬉 IW の M4 みたいな。NV4 とか。もう NN4 とかにしよ次の場所がわからん。強すぎ。登れない。誰か。どっちから来る？あ、絶対守れるじゃん。強すぎだって。そして迫撃。よし。
ハリアーが壊しにくいとさっき言ってたよね、このマップ。うん、ハリアー呼びてえな。壊しにくいというか、ランチャーを落としてる人今いねえか。あの、撃って壊すのが死ぬほど無理。そういう、うん、空暗くて本当にわかんないよ。やべ、普通にポジ間違った。こっちか。あ、出た、限界ポジだ。ハリアー出せなかった、うん。あの限界ポジはさすがにエリアの守護神の私でも行かないよ。あれは無理です。仲間がもしあそこに勇敢に行くのであれば、それを倒そうとする敵を倒す。あぶねえ。ちょっと見えんのだけど、どこにいんの敵。あ、そんな来た。今回見える場所だな。やべ。あ、窓の近くに入れないのか、この墓地。危ねえ。うわあ。なになになに。バグったかと思ったら地形でスライドした。伏せてる。どうしよう、迫撃腐らせちゃうな。次使えるでしょ。どこに撃てばいい、ここ。頑張って。え？この辺に撃てばいいか。リトル来ちゃった。いやあ、リストンひっくり返ってね。行って。リストンひっくり返ってんな。落として。ちょっと俺まだ死んでないから落とせない。死んでくれ。頼むから死んでくれ。頼むから死んでくれ。頼むから死んでくれ。あ、でも今回見やすい場所だわ、楽だ。だあ。よし、はい、もうちょっとスコア差が欲しい、自分。あ、ちょ滑る。ラール MG 弱体しても強い。あ、ちょ、めちゃめちゃミスった。いや、ちょ、めっちゃ登りにくい、この岩肌。よし。上空に敵の UAV だ。リードを失った。ハードポイントに敵がいる。このセクターに敵の UAV がいる。これヘリポート。カウンター多すぎ。はい。カウンターもう一個の場所わかんねえ。おいや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 、これ敵の迫撃砲か。うん、あ、これ次のとこ取れたらでかい。味方が入ってる。エフタクリーコンで入り口ガン見すれば絶対に負けん。絶対に負けん。絶対に負けん。断言するやん。まあ、俺、敵がそっちに行く前に全部やってるけど、よろしく。俺は40秒待ってやる、ここで。40秒待ってやる。あ、V トール敵これ。マジか。なんか随分得意ね。死んじゃってよ、さっき。あー、危ねえ。あー、やられた。28秒待ってやったわ。
28。まだに全然リスポン読めん。あっぶね。ほら、あの船に向かう勇敢なやつ、俺を倒してる。俺が勇者になってやる。いいですね。俺さ、海の中で入れるじゃん。ここで入れるじゃん。最強じゃん。そんなアンチがある、そこ。あ、敵が2人ぐらい見下ろそうとしてる。俺今水中にいるからバレ。いいぞ、カッパになれ。探してる、敵探してる。探せ。ワンハイドがそこにいるぞ。ここリボルバー持ってこの水中に入るのがさりきょくの。めっちゃ強いじゃん、もう。あべ。暴れた。ダメだな。な、建物下がこんなさ、豪華なバーみたいになっちゃってるわけ。ねえ、銃撃されてる。まったく、危なかった。エフタクリーコン強さ。やべ。やっべ。UAV だよ。敵の UAV が飛行中。敵がハードポイント内にいる。ああ、ハードポイントが移動する。二発目が入る。ハードポイントに敵がいる。 UAV は燃料切れだ。これより飛行する。ここ取って勝ちだな。何？はあ、これはもう落とさなくていいだろ。敵いらした。多分。リトル意外と到着まで遅いからね。そう、絶妙な位置にいるのよ、その敵。うやい。なんだ今、ゴールデン。ゴールデンリボルバー持ってた。持ってた。殿下の報道。何か殿下の報道。新マップ。え、俺新マップ、そうか。あ、ナイトビジョンだ。出た。あ、これ、俺今フラッシュライトつけてるのクソ、不利。これあれじゃね、ロハンオイルじゃね、このマップ。あれぽいよね。そんな気がする。いや、てか、トラックにロハンって書いてあるじゃん。ロハンオイルじゃねえか。なんで、異色じゃねえかよ。異色じゃねえかよ。まあ、異色でもいいからさ、マップガンガン増やして。つけてるサイトが無駄になるやつや。このマップ初見で何もわかんねえけど、取りゃいい。取りゃいい。ダメで。取りゃいい。ギャー。取られた。うん、完全にロハンオイルっすね。ところどころ街灯ついてて眩しいんだけど。それナイトビジョンで取り外しできなかった。それは無理じゃん。どっかで着脱できた気がするんだ。あ、でき、N あ、N っつってもそっち違う。ナイトビジョンのこの M 好きだけど。そうだ、嫌いではない。ナイトビジョン持ってる相手にそのレーザー丸見えだよ。パチャイ見えたって関係ない。何も見えねえ。
保しろ。友軍 UAV オンライン。いや、いい。エフタクリーコンとこの星ダメ風エイム、相性が良かです。良い良か。いや、良い良い。海兵隊になろうかな。とてもエイムがしづらい。あ、良い。じゃあそのレーザーアタッチメントもう普通につければいいやん。天才か。そっか、これ別にナイトビジョン専用とかじゃなくてあるもんな、アタッチメントとして。あ、アタッチメントあるよそれ。一度安定したアタッチメント手にしたら変えたくなくなるからさ。変えたくなくなる。やっぱクソ、今もう分からんでもね。だいぶ、え、このマップさ、昼間バージョンはないわけ？スロー、まあもしくは最初はなくて後から増えますよとか。まあそれはありそう。あ、あれ、ちくそいいじゃん。前作のモダンオフェア、そんな感じのマップあったよね。むしろあれはあのナイトビジョン戦、ナイトビジョンが不評すぎて消したかもわかんないけど。はい。やべ。やべ。これもやべ。敵の攻撃。ターゲットエリアが変わった。めっちゃヘッドに当たる。F タックでヘッド当たるの最強だろ。敵がハードポイント内にいる。人力エイムボッターですわ。人力エイムボッター。あ、これ敵じゃん。やべ。あれ。最悪。弾薬ボックス無駄にした。捨て身の破壊法をお見舞いした。これ、これ、これ、入ったら死ぬ。入ったら死ぬ。ああ、KV 強え。え、いまだに KV を愛用してん。いやいや、敵が落としたやつ。ああ。敵が一人、もう次のポジションに。あららら。は？うわ。なんだこのレーザー、どっから？レーザーの出所をエイムで落ちる間に死んでるんだ。あ、これ仲間。フォアボール。あ、やべ。ああ、これ初期か。これ、こっから登れるよな。よしよしよし。ああ、また大変。もうね、武器を拾うボタンってさ、弾薬ボックスの拾うボタン、やっぱ しないでくれ、マジで。なんだそれで言う弾薬ボックスを無駄にしたことか。弾薬ボックスなんて持ってこないから、わからない。なんだこれ。なんか EMP みたい。視界がぐらついたんだけど。あるよね、それ。え、初めて見たかも。え、多分ビオスだと思うよ。そうだ。
フィトールかも。壁抜けできんじゃん。壁抜けるじゃん、やっぱ。もう壁抜ける場所多い気がする。壁抜けるやん。あ、これ死んだ。やべ、仲間と迫撃砲かぶった。わわわ。ああ、わわ、迫撃が飛びすぎ。すごいしょうもないラスキルになったかもしれない。ああ、ぜひ見せてほしいな。あ、うん、なんか安定しない。